どうも、はるきです。さあ、というわけでね、もう秋ですね。いよいよ、まあ、秋といってもね、最近の日本夏と冬しかないと思うんですけど、まあ季節も落ち着いてきまして、最近ね20度前後、まあ日中ちょっと暑くて夜寒いみたいな日が続いてると思うんですけど、まあ季節的にも温度的にも秋が来たということでですね、ようやく秋服のシーズンでございます。まあ何を隠そう、秋冬の服装がね、自分で着てて一番テンションが上がる服が多い季節でございまして、まあこのね秋服も服紹介いっぱい上げていこうと思うんですけれども、早速専門学生の秋服の洋服買い物紹介、購入品紹介やっていこうと思います。はい、じゃあ早速ね、買った順番にやっていこうと思うので、まずはこちら。これはね、秋服というかあれなんですけど、買ったのが7月の上旬とかで、届いたのが今月10月とかだったんで、はい、こちら、じゃーん。ちょっとね、まあ注文した時期が時期なんで半袖なんですけど、 H フラクタルと直木万象さんのコラボ T、 アゴダクション T シャツでございます。もう直木万象さんはね、人気になりだしたぐらいから見ていて、胸元に書かれてるデザインがね、こんな感じで、まあ直木万象っていう、まあ文字と、まあピラミッドとか月とか UFO にね、こう直木万さんと飼ってる猫ちゃん2人が連れ去られていってるところとかね、そんな感じで書いてあります。まあロゴについての詳しい説明は直木万さんの動画で言ってると思うので割愛しますけども、まあ、胸元にこのロゴが一つと、この腰の部分に H フラクタルっていう風に入っているシンプルなアゴダクション T シャツでございます。次はニコ&ですね。めちゃくちゃ今重たそうにしましたけど、3点買ってきました。はい、ニコ&ではね、セットアップっていうものを初めて買いました。はい、まずトップス、まあトップスアウターかな、アウターにもなりうるしトップスにもなりうると思うんですけど、バンドカラーのこういう素材の、ちょっと詳しい名称は調べて出しておくんですけど、まあこういうやつと同じ素材で作られているパンツのセットアップですね。結構悩みました、まあ、買ったんですけど、でこれの横に置いてあったニット色もめちゃくちゃ良くて、伸びる系の素材が使われていて、なおかつまあいい感じのなんか秋っぽい青ですし、触り心地がねめちゃくちゃ良かったんですよ。なんか気持ちいい感じで、でまあでもこれはそうですね、イメージ的にはこのセットアップの中にトップスとして着るイメージで、このニットが4600円で、このセットアップの上が5900円、下も5900円です。なんかセットアップってめちゃくちゃいいところが出してる印象があったんですけど、まあ、ニコ&に売ってたんでお手頃価格で手に入るので買ってみました。だからまあ着てみてって感じで、もしセットアップ俺そんなに似合わないなとか好きじゃないなって思っても、まあこの感じならバラバラで着てもね、多分いい感じに秋っぽい服装になれるかなと思うので、まあ、そこら辺もちょっと考えつつ買ってみました。次はこちらのフリークスマートでアウターを買ってきました。まあこれはね、ちょっと秋に着れるかなって感じ、ちょっと暑いかなっていう感じですね。だからまあ正確に言えば秋服ではないかもしれないですけど、このシーズンに買ったので紹介しちゃいます。はい、こちらでございます。リバーシブルボアブルゾンです。はい、この胸元のね UCLA っていう風に書いてある通り、カリフォルニア大学が手掛けているボアブルゾンでございます。でこれフリークスストア寄った時にめちゃくちゃいいなと思って、店員さんに、まあ、店員さんと話してるうちに分かったんですけど、去年もめちゃくちゃ流行してるっぽいですね。でも俺これ正直な話しますと、これ買ってからこれについてちょっと調べたんですよ。でそこで初めて、あ、これリバーシブルで着れるんだってことに気づいて、まあ嬉しいハプニングですよ。だからね、こういうねちょっと派手めなアウター持ってなかったんで、まあちょっと取り入れていこうかなと思って買いました。値段がですね1万8000円だったんですけど、アウターセールみたいなやつやってて 10% オフだったんで、税が入っちゃうと1万8000円と変わらないぐらいの値段になったと思います。次、 GU でーす。GU ね、この前も普通にプライベートな買い物で動画にしなかったんですけど、パーカーとバンドカラーシャツを買いまして、またちょっとね GU 寄ったらいい感じのやつがあったんで買いました。こちらです。
名前長、コーデュロイワイドテーパードイージーアンクルパンツを買いました。コーデュロイ素材のパンツはハレで買った水色のコーデュロイのは持ってるんですけど、黒とかね茶色とかそういう定番のやつ持ってなかった。でまあ GU に安くて1990円で置いてあったんで、まあ別に持っておかないより持っておいた方がいいだろうみたいな感覚で1本買ってみました。試着とかもしてないんでこれがどういう風に着れるかちょっとわからないんですけど、まあとりあえずね2000円なんで最悪大失敗してもいいかなと思える値段なんで買ってみました。ラストですね。ラストはこちら、竹尾菊池で買い物してきました。はい、こちら厳重梱包タイプ、改めましてこちらでございます。はい、こちらグスタフ・クリムトの接吻がフロントにプリントされている紫色のスウェットでございます。まあ油絵ですかね、油絵のプリントが入ってるんですけど、正直ねこのスウェットを買うまでこの作品とこの作品を描いた方は知りませんでした。でまあこれ買った理由なんですけど、ちょっとね最近紫色が自分の中でマイブームでございまして、紫色が来てるなと思ってるからかわからないんですけど、世の中に紫色の服多くないかなってちょっと思ってるんですけど、もしかして今年のトレンドカラーって紫だったりするのかなって。以上。あ、これの値段忘れてました。あー、切られてる。切られてるけど、だいたい6000円くらいでした。すいません。そこはちょっと、開け終わったということで、実際に着ていこうと思うんですけど、今までね、クロスキニー履いて、ドクターマーチン履いてみたいな、その、買ってきたアイテムだけ見せる戦法で、服を取っていたんですけど、それだとどうしても、こうなんかクロスキニーにしか合わせないのはダサいっていうね、ちょっとあの動画を、のその説明してる部分を見てない方からのコメントがあって、たりとかあったんで、ちょっと今回は初の試みとして、まあ、ちょっとねコーデを組んでみるっていうのもちょっとおこがましいんですけど、まあ、あのコーデを組んでみて紹介していくスタイルを撮ってみようと思います。まあ、ただそう言ってもね、ニコアンドのこのセットアップはこの3着で1コーデ組む予定で買いましたので、まあ、実際に合わせるアイテムつったらこのアウターとスウェットとコーデュロイパンツになると思うんですけど、まあ良ければ見ていてください。じゃあ早速着ていきましょう。はい、1着目はフリックスストアで買ったリバーシブルボアブルゾンでございます。まあ合わせはこんな感じにしてみました。まあ、中にねこの寿司ラーメンリークさんがやってるゼログラビティっていうところで売っている、まあ、こういうなクリーム色のパーカーを中に着て上に羽織ってるという感じですね。でパンツは今日たまたま履いていたスキニーデニムと、あと靴はねこの前靴買った靴紹介で紹介したバンズのボルドニーですね。だいぶ派手なんで下はちょっとそんなに色使わずに組んでみたんですけど、どうでしょうか。サイズ感もね見てください一緒に。はい、こんな感じでございます。いやー暑い、マジで。閉じるとねこうやって黄色が見えなくなるんでちょっと落ち着いた印象になるんですけど、まあ俺は閉じてる時より開けて着る方が個人的には好みですね。ボアブルゾンとしても着てみましょう。これ絶対中このパーカーじゃない方が似合う気がするんですけど、はい、こんな感じです。やっぱこう着てもこっからちょっと黄色がチラ見えするのがいいですね。あと個人的に気に入ったのはね、ここポケットの内側が青いことによってちょっとねこう色味が足されるってところが個人的には好きです。はい、1着目はリバーシブルボアブルゾンでございました。次、はい、2着目、3着目ですね。GU のコーデュロイワイドパンツと竹尾菊池の接吻スウェットは、これちょっと合わせられるなと思ってまとめて着てみました。今までね、去年もそうですし、今年の1、2月、春、夏も、靴下はね、白で統一していたんですよ。なんでかっていうと、色がついてる靴下って難しいなって思ってて、まあでもそもそも夏はサンダルが多かったんで、靴下履いてなかったんですけど、今年の冬から、まあ、秋冬からちょっと靴下に色を加えるというか、まあ靴下も白以外のものを履いてコーディネートしてみようと、挑戦してみようと思ってですね、それの第一歩ということで今は黄色、違うな、ウグイスじゃなくて山吹色、まあ、この GU で買ったコーディネートワイドパンツがアンクル丈ということで、まあ、靴下見せるコーデ、ちょ練習というかね、まあ、チャレンジにちょうどいいかなと思ってこんな感じで履いてます。ここの色とね一応こうリンクするようにしてみたつもりなんですけど、いかがでしょうか。サイズ感こんな感じです。スウェットとパンツ同時に見てください。はい、こんな感じです。
というわけで2、3着目はこんな感じでございました。はい、4着目は直木万象さんと H ラクタルのコラボのアゴダクション T シャツでございます。急に夏ということで、パンツはね、水色のコーデュロイワイドパンツを履いております。これね、コーデュロイだから秋冬しか履かないかなって思ってたんですけど、色がすごい爽やかなんで全然春も夏も履いてました。来年のね、暖かくなってきた頃にまた活躍してもらおうかなと思います。次行きましょう。はい、最後はニコアンドで買ったセットアップと青いニットですね。こんな感じでございます。いやー、マジで着慣れないです。本当にマジで自分がこれ着ていていいのかわからないとこまでちょっと行っちゃってるんですけど、まあでもね、服はねちょっとね、何回も着ていくことによって自分の中にこうイメージをつけるみたいな、それすらつかなかったらやめみたいな感じの持論があるので、意外とジャケットもね長かったですね。特に後ろが長めでした。ただ後ろから見るとマジで一色の人、本当にまあそれがいいんだと思うんですけど、まあ脱ぐとこんな感じですね。まあ脱いでも全然コーデとしては成立してると思います。普通にね、このパンツ合わせやすそうなんで、他の自分がもともと持ってるスウェットとかニットとかパーカーでもいけるかなって感じなんで、汎用性は高そうですね。ただ暑い、マジでこの時期は暑い本当に。はい、というわけでね、今回は専門学生の秋服購入品紹介だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。全7点、大体どれぐらいだろう、まあ大体4万円ちょいぐらいですかね。いや、個人的にね、ちょっとこれからね、早く着たいなと思っているのは、やっぱリバーシブルボアブルド、あれがね、個人的に一番今のところしっくりきてて、早く着たいって思ってるんですけど、まだね、注文して届いていない洋服がいくつかあって、あとはね、目星つけてる洋服もちょっといくつかあるので、またそれもね、多分今後買っていくと思うので、そしたら紹介またしたいと思うので、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しく思います。はい、というわけで今回の動画は以上でございました。また。